問を読んでください。イライオッパに質問です。はい、イライさんは腕がムキムキでかっこよいですが、何か特別なトレーニングをしてるのですか？아제가네이제제가웨이트트레이닝을굉장히많이했는데요근데제가이제손에부상을예일어나가지고제가이제운동을좀잘못해요그래서근육이많이빠졌어요지금아普段ねウェイトトレーニングしてるそうなんですけど、はい、今回手を怪我されたそうなのでようやっとねこう落ち着いた感じになってるということなんですけど、でもだいぶね筋肉がねなくなっちゃったんですって、だからこれから鍛えなきゃいけませんねという話でしたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも筋肉を聞いてませんのでね、はい、聞いてませんが素敵です。はい、はいはい、ありがとうございました、はい、さあ続いての方は、加納理恵子さん。はい、どうぞどうぞ。加納さん、はい、どうぞ。はい、じゃあこちらの質問ですね。アレクサンダー君に質問です。ツイッターを毎日更新していますが、ファンからのメッセージを読んでくれていますか？아그쵸저만의생방송입니다아뭐지금밖에는남아호소みたいな感じでやってるんだそうですよ。ツイッターをね、ファンのメッセージを一緒に、ファンのメッセージの、ファンメッセージの언제나그읽고있으세요？네계속보고있습니다그래서一緒にしましょう。もういつもねファンからのメッセージを読んでるんで、一緒にねツイッターしましょうってことです。はい、ありがとうございました。はい、さあはいはい、ヘリオンさんとヒョンギさんも今日はいかがでしたか？いや本当に楽しかったです。それとねユキさんとそれとヘリオンさんと一緒になって本当に楽しかったです。あと私とヒョンギさん一緒に共演したのは今日初めてなんですけど、そうなんです。日本ではね、はい、面白い人だからぜひ使ってください。ありがとう先輩、ありがとう。なんでやなんでやじゃあユキさんも皆さん愛してください。なんか最後あの韓国人と共演してるのに日本人と共演してるような感じになってました。なんかね不思議な空間が出来上がりましたね、はい、一つ言っときますけど、あの韓国でコンビじゃないですからね。そうですか？そうですか？はい、じゃあユーキッスの7人は本当にお疲れ様でした。はい、ぜひまた7人でお越しいただきたいと思います。本当にたくさんのファンの方々もね、外でみんなのことを見てくれて待ってくれて、はい、